ごめん、香織、別れよう。え、どうして？結婚するって言ってたじゃない。なんで急にそんなことを。ごめんな。ねえ、それってもしかして、あれが理由？私は気にしないって言ってるでしょ？ねえ。違うよ。それが理由なんじゃない。じゃあ、なんだって言うの？実は、好きな人ができたんだ。え？うん。そうなんだ。紹介するよ。新しい婚約者の美咲。香織もよく知ってるよな。やっほー、お姉ちゃん、智也さんの婚約者の美咲ちゃんです。嘘でしょ？美咲が新しい智也の婚約者？ごめんごめん、お姉ちゃんの婚約者奪っちゃって。でもしょうがないよね、私の方が美人だし。浮気してたってこと？まあそうなるよな。信じられない。ああ、幻滅してくれていいぜ。俺はこんな男だったんだよ。よかったな、結婚する前に気づけて。友也。ほら、香織、慰謝料だ。受け取れよ。300万円ある。相場は50万円だが、上乗せしといてやってよ。だから後から、ギャーギャー言うなよ。お金なんていらない。いらないって言うなら、私たちの新婚旅行に使っちゃおうよ。ね、友也さん。そうだな。ねえ、友也。なんだよ。本当に、本当に浮気？浮気が原因で別れるんだよね。そう言ってるだろ。お姉ちゃんってばしつこすぎ。もういい加減諦めなよ。信じたくない気持ちなのはわかるけどさ。美咲のことを好きになったならしょうがないとは思う。でも本当にそれが理由？だから何度も言ってるだろ。もういいか。いいよな。じゃあ俺は行くから。待って、私も一緒に行く。あ、じゃあね、負け犬さん。何よこれ、何なのよ。私は香織、結婚を控えていた28歳。ついさっきまでは結婚のことを考えて本当に幸せだった。それがまさかこんなことになるなんて。私は誰よりも優しく思いやりのある智也のことが大好きだった。ずっと一緒にいると思ってた。それが美咲と婚約か。美咲は前から智也のことが好みだとか言って狙っていた。好きあらば言い寄ってたのよね。智也と結婚する私のことを逆恨みすらしてたから、よっぽど嬉しいんだろう。悲しいけど智也が美咲を選んだんだもんね。しょうがないか。納得するしかない。お姉ちゃん、何がしょうがないの？あ？ああ、凛は凛だよ。凛ちゃん？はあ、はあ、うわあ、ちょっと早いよ凛。パパが遅いんだよ。運動不足ってママが言ってたよ。最近またお腹ぽよんぽよんになってきたし。そんなことよりすみません、娘が急に話しかけてしまって。いえ、全然大丈夫ですよ。って、あれ、あなたは？どうかしましたか？あなた、香織さんじゃないですか。え？なんで私の名前を？やっぱり、俺、噂商事に勤めてるんです。噂商事？ああ、智也と一緒の会社。そうです、智也と一緒。鈴森春人って言います。智也は、俺の部下なんですよね。ああ、鈴森さん。よく聞いてます。ちょっと抜けてるけど、面倒見が良くて頼りになる尊敬できる上司だって。ちょっと抜けてる。あ、すみません。お姉ちゃん、凛のパパの毛は抜けてるんじゃないの？卒業と一緒だって。次のステージに旅立ってるって幼稚園のお友達のすももちゃんが言ってた。ねえパパ、そうなんでしょ？あ、肩に髪の毛ついてる。亀井さん、ご卒業おめでとうございます。バイバイ。だから最近髪抜けるたびに卒業おめでとうって言ってくるのか。ずーん。あ、私は髪の毛のこと言ったわけじゃないですからね。分かってます。はあ。そういえば鈴森さん、抜け毛に悩んでるって
智也が言ってたな。うわ、うわ、びっくりした。どうしたんだリン。思い出した。パパ、ちょっと携帯貸して。早く早く。お、いいけど。ごめんなさい、話を戻しますね。大丈夫ですか？大丈夫じゃないけど、大丈夫です。だいぶショック受けてるな、涙目だし。なんで俺が香織さんのことを知ってるかというと、智也のやつ酔うと毎回俺に自慢してくるんですよね。これが俺の婚約者です、可愛いでしょうってね。で、その度俺も俺の妻の方が可愛いって写メ見せるんですけど。そうですか。あ、いや、香織さんが可愛くないとか言ってるわけじゃないですよ。可愛いです、可愛いですけど、やっぱり俺はどんな女優さんとかより妻が一番だと思っちゃうんですよ。奥さん、愛されてていいですね。何言ってるんですか。智也はめっちゃくちゃ香織さんのことを愛してるじゃないですか。俺の綾音、妻への愛に負けず劣らずです。いや、負ける気はありませんけどね。愛してくれてたのは過去の話ですよ。え、過去の話？はい、実はさっき智也に婚約破棄されちゃいました。は、はい、婚約破棄。そうなんです。私の妹の美咲と浮気していたみたいで、私を捨てて美咲と結婚するみたいです。いやいやいや、冗談ですよね。智也が浮気？そんなことするようなやつに思えない。でも、そういえば。何ですか？最近元気がないことが増えてた。それが原因？それは違うかと。え？いや、何でもないです。香織さん、俺智也と話してみます。え？何言ってるんですか？余計なおせっかいなのは分かってます。ただ香織さんのことを嬉しそうに話してる智也のことが忘れられなくて、全身から大好きオーラ出てましたし、あの言葉が全部嘘だったとは思えない。鈴森さん。パパ、底辺だ底辺だ。どうしたリン？ママがとっても怒ってるよ。え、どうして？リンもよくわからないけど、パパなんて知らないって伝えてって言われた。なんで？なんでよ！俺なんかした？人のケーキ、最近は勝手に食べてないじゃん！人のケーキ、食べてるんですね。うっかりしちゃって。ケーキじゃないよ。あのね、リンがね、パパがナンパしてるってママに教えたら、こうなったの。パパがナンパしてる？それだ！いや、リン、これナンパじゃないから！ただ部下の婚約者さんと話をしていただけ！ねえ、香織さん！はい。でも幼稚園のお友達のすももちゃんがね、パパが女と話してたらとりあえずママにナンパしてるって言え、これが夫婦円満の秘訣ますって。すももちゃん、余計なことを。すぐに帰って弁明しないと。香織さん、連絡先交換しましょう。ああ、智也と話したら連絡します。わかりました。パパね、お姉ちゃんと連絡先交換してるよ。うん、うん、わかったよママ。パパ、ママが帰ってこなくていいって。なんでだろうね。まだ電話してたの？すんっごい誤解されてる気がする。やばい、早く早く帰らないと。すみません、失礼します。よし、リン、帰るぞ。パパ、レッツゴー。結局鈴森さんとは連絡先を交換せず別れた私。鈴森さん、本当に智也と話してくれるんだろうか。まあ話したところで何も変わらないと思うけど。その数日後、私は美咲に呼び出された。お姉ちゃん。美咲、元気してた？って痩せたんじゃない？大丈夫？食欲ないとか何かショックなことでもあったの？しらじらしい。ああ、そっか。私に婚約者の智也さん取られちゃったから、ショックで食事が喉を通らないのか。でも、しょうがないよね。智也さんが選んだのは、お姉ちゃんじゃなく、私なんだから。それについては、もうとやかく言うつもりはないわ。そう、ならよかった。ね、
今日はなんで私のことを呼び出したの？ああ、そうそう、これを見せたくて。これ？お腹なんか指さしてどうしたの？膨らんでるでしょ？まさか。そう、そのまさか。私、妊娠しちゃった。ごめんね、寝とるだけじゃなくて智也さんの子を妊娠しちゃって。どう？羨ましいでしょう？そう、そうなのね、妊娠したの。よかったわ、おめでとう。その涙いいわね。そういう顔をさせたくて今日お姉ちゃんを呼び出したのよ。ショックでしょ？婚約者を寝取られてすぐ妊娠だなんて。ショックだから泣いてるんじゃないよ、これは嬉し泣き。は？どういうこと？智也さ、不妊症なのよね。え？不妊症？ああ、言ってたかも。やっぱり知ってるわよね。子供を授かれる可能性がかなり低いことで、かなり思い悩んでたの。円形脱毛症になったこともあった。私、それが理由で振られたと少し思ってたけど、それは違ったみたいね。本当におめでとう。正直悔しい気持ちもあるけど、あれだけ子供を欲しがっていて、あれだけ思い悩んでた智也に子供ができたことは純粋に嬉しいよ。何それ、調子狂うんですけど。はあ、はあ、はあ、香織。え、智也？ああ、智也さん来てくれたの？智也、聞いたよ、おめでとう。おめでとう？何が結婚のこと？ううん、妊娠のことだよ。ずっと悩んでたもんね。子供できてよかったね。あ、智也さんには報告まだだったわよね。実は私、妊娠したの。何言ってるんだ。だから、妊娠したのよ、智也さんの子。なんで美咲ちゃんが。美咲ちゃんとそういうことしたことないし、俺、不妊症なんだけど。いや、この前一緒に飲みに行ったでしょ、その後に。ああ、あれか。婚約者のふりしたお礼に飲みに連れてってくれって言われて飲みに行った時のことか。婚約者のふり？あの時なぜかいつもより酔っ払ったんだよな。でもはっきりと記憶はある。そんなことはしてない。スピリタスのカプセル飲ませたのに記憶あったの？スピリタスのカプセル？ううん、なんでもない。それよりなんで智也さんはここに？香織、ごめん。え？俺が間違ってた。間違ってた？結婚前に念のために行った病院で不妊症だって診断されてさ。俺は子供ができないことに思い悩んでたわけじゃないんだ。子供ができない、それじゃあ香織を幸せにできない、結婚する権利がないって思ったんだ。智也、やっぱりそうだったのね。でも鈴森さんにその話をしたら殴られてさ。え？何するんですか、鈴森さん。香織さんの幸せをお前が勝手に決めるな。それはお前のただのエゴだ。え？自分の幸せを押し付けるんじゃない。自分の幸せを？子供ができないなら結婚したくないなんて香織さんは言ってないんだろ。それはそうです。子供関係なしに香織さんはお前と一緒にいたいんだ。結婚したいんだよ。それが香織さんの幸せなんだ。香織の幸せ。でも確かに結婚しない方がいいかもな、お前みたいなヘタレは。何ですかそれ。子供ができなきゃ幸せにできないんだろ。子供頼みで自分だけでは香織さんを幸せにする自信がないんだろ。だったら結婚するな。自信あります。誰よりも香織を愛してる。絶対に幸せにしたいと思ってます。そうか。じゃあやることは一つだろ。はい。ハルトさん、ありがとうございます。ハルトさんのおかげで目が覚めました。今から香織に会ってきます。ちょっと待って。え？俺のこと殴って。なんでですか？つい殴っちゃったから。いや、いいですよ。いいから。本当にごめん。殴って。俺の気が済まないから殴って。思いっきり。うん、わかりました。いっつ、ありがとう。よし、じゃあ、智也、行ってこい。
善は急げだ。はい。ふぅ。顔腫れてるな。午後からの仕事どうしよう。それに仕事あるのに帰らせちゃった。課長に怒られるな。今日は残業かな。ま、なんくるないさ。ハルト君、その顔は午後から商談あるって言ったよな。あ、課長。ハルトさんのおかげで気づいたよ。香織は俺が不妊症だって知ってからずっと子供がいなくてもいいよ。いたらいたで楽しいかもだけど、二人でずっとラブラブで生きていこうよ。それも幸せって言ってくれてた。それなのに俺は勝手に。友也、本当にごめん。もしよかったら、こんな俺でよかったら、また結婚を考えてくれないか。もちろん嬉しいよ友也。ちょっと待ってよ。私はどうなるの？結婚してくれるって。美咲ちゃん、あれは演技だろ。香織を納得させて別れるにはどうすればいいか話したら、美咲ちゃんが私と婚約したってことにすればいいって言ったんじゃないか。そうだったの。最初は演技だったわ。確かに。でもこうして妊娠してる。いや、だから智也は美咲とそういう行為をしてないんでしょ。誰か他の人の子なんじゃ。それにスピリタスって。そういえば前にも智也にスピリタスのカプセルを飲ませようと企んでる時なかった？あ、そんなことしてないって。そんなこと、俺が酒かなり強くなかったら大変なことになってたぞ。本当にしてないから。警察に調べてもらえばわかる話よね。警察？大げさでしょ。大げさ？大げさじゃないけど、傷害罪か暴行罪が適用されると思うわ。そんな、待ってよ。私はただ既成事実を作りたかっただけなの。許してよ。その後、智也が被害届を出し、美咲は逮捕され職場をクビに。そして智也には慰謝料を払うことに。ちなみに妊娠は嘘だったようだ。お腹にタオルを詰めてごまかしていたんだとか。その後、同じ手を使って今度は結婚詐欺を働き、今は塀の中だ。まったく、とんでもない子だよね。その数ヶ月後。本当に、おめで。パパ、何言ってるかわからない。凛の結婚式大丈夫かしら。鈴森さんらしいわね。本当だよ。今日結婚式を挙げている。スピーチは鈴森さんに頼んだんだけど、この通り。あ、ちなみに奥さんの誤解は解けたみたい。大変だったらしいけど。おめ、ダメだ。もうパパったら、しょうがないな。ちょっと、リン？あ、リン？パパ、リンの代わりにやってあげる。お姉ちゃんたち、結婚おめでとう。パパの髪の毛は細く短いけど、お姉ちゃんたちの結婚生活は太く長く。お幸せにね。リン、ちょっとこっち来なさい。リンちゃんたら。最高だな。こうして鈴森さんのおかげで大好きな智也と結婚することができた。鈴森さんが智也に言った自分の幸せを他人に押し付けるな、考えさせられる言葉だよね。これから私も気をつけていこう。智也の幸せが何なのか、そして私の幸せが何なのか、考えて。凛ちゃんの言うように太く長い幸せな結婚生活を送っていこう。